おはようございます。ただいまの出席員は6人で全員であります。これより総務委員会を開会いたします。本日の審査協議事項は3月9日の本会議において本委員会に付託された議案第28号および議案第29号のほかお手元に配布の事項についてであります。それではこれより審査に入ります。議案第28号、橋本市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例についてお議題といたします。本案について当局より説明を求めます。政策企画課長。政策企画課長、はい、おはようございます。おはようございます。はい、それでは、議案第28号、橋本市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例について、説明をさせていただきます。議案書の97ページをお開きください。はい、この条例はですね、行政手続きのオンライン化を推進するための条例となっていまして、国では先行して情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律というのを整備しています。オンライン化進めるにあたりまして、法律が適用されない、市の条例に基づく手続きをこの、条例によって、オンライン化を進めていくということになります。インターネットを通じた申請届け出を可能とするため本条例を制定するものとしておりますので、どうぞよろしくお願いします。はい、そしたら第1条ですけども、97ページ、目的としましては、国の法律の趣旨を踏まえまして、市の条例で定める手続き等において、書面等によるものに加え、オンラインによる手続き等を可能にすることにより、利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化、効率化を図ることを、1条では記載しております。はい、第2条、定義ですけども、こちらは条例で使用する重要な用語について定めています。続きまして、ページ変わりまして98ページの第3条になります。こちらは電子情報処理組織による申請等としまして、オンラインによる申請等の取り扱いについて定めているものです。条例等改正せずですね、個別の条例を改正せずに、この条例を定めることで、オンライン化ができるということとしています。で、第5項にではですね、オンラインで申請等を行う場合、手数料の納付が義務付けられているものもございますので、それも含めてオンラインで納付できるというようなことを第5項では定めています。続きまして、99ページに移りまして、第4条ですね、電子情報処理組織による処分通知等ということで、第3条では、住民の皆さんからの申請に関してオンラインでができるというふうに謳っておりますが、第4条では、市が行う処分通知等を行う場合についても、オンラインでできるということを定めるものでございます。続きまして、100ページに、第5条ですね、電磁的記録による縦覧等、これは電磁的記録による縦覧の取り扱いを定めるものでございます。で、続いて、第6条におきましても、これは電磁的記録による作成等を定めておるものでございます。で、適用除外としまして第7条がございます。こちらはこの条例に基づかず、すでに個別にですね、オンラインに関係する手続き等の規定を、条例等で行っておる場合は、この条例を適用せずに個別条例の規定に基づく対応ということを謳っております。で、次のページ101ページの添付書類等の省略ということで、市の内部であるとか行政機関間で情報連携によりまして、
入手することができる資料、参照できる情報に関する添付書類については市で定めた上で添付を不要とするものを定めています。第9条、情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表ということで、この条例、ここの部分についてはオンライン化の状況の公表について定めています。オンラインにより行うことができる申請、処分、その他この条例の規定によるオンラインで行うことができる行政手続きについてホームページなどで公表することとしています。この条例によるオンライン化した手続きは個別条例に規定がされず、どの手続きがオンライン化されるか、いつからオンライン化されるかというのが市民の方には分かりにくい状況となりますので、オンライン化した手続きはホームページで随時公表していくとしています。でオンライン手続きの利用状況については毎年度公表することとしています。主な条例内容は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありませんか。坂田委員、はい、すいません、おはようございます。お話聞いてて、私もこのデジタルとかって本当によく分かってないで、よく分かってないので、単純に疑問に思ったことを質問するんですけれども、このオンラインで申請とかするようになったらすごく便利やと思うんです。で、まあ、家族とかがする場合もあるだろうし、でも全然関係ない人が勝手に申請するとかっていうことが起こらないのかなって今説明聞きながら思ったんですけど、まあ、その辺のこの何ていうか見分けというか、そういうのが どこら辺にあるのか、またこの条例じゃなくって他のところにもあったかもしれないんですけれども、その辺の説明をお願いします。はい、政策局課長補佐。政策局課長補佐。はい、電子申請におきまして、本人確認というところですが、電子署名というところで、条文でも、記載しているところですけども、マイナンバーカードですとか、本人が、本人確認、暗証番号を入れていただいて、本人であるというのを確認した上で、申請していただくというような、手続きを取っております。他にありませんか。はい、委員。あ、すみません。ちょっと内容的にね、こういう申請をするとか、なんか判例みたいな、なんか分かりやすい何かありましたら、ちょっと教えてください。非常にちょっと私は全然分かれない。こうする場合は、こういうこと申請したらよろしいですよとか、ちょっとそのあたり、なんか例を示して教えてください。政策局課課長補佐。政策局課課長補佐。はい。電子申請といいましても、いろいろな方法がありまして、国が進めていますような子育てとか介護関係の、マイナンバーカードを使っての申請手続きがあったりですとか、図書館の予約にしても、ホームページ上で予約するような、システムを入れておりますので、そこで、条例では紙で出さなあかんという規定になっているところを、クリックとか、予約するですとか申請する、で本人確認するときにはマイナンバーカードを使うというような方法を想定しておりまして、ホームページで申し込むという方法もありますので、例えば、条例で言いますと、子育ては医療費の支給に関する条例ですとか、その他、下水関係の申請関係、水道の改善とかっていうのも、含まれてこようかと思います。で、そのすぐに、全てがオンライン化するというわけではありませんので、できるようになった手続きについて、先ほど、条文でもありましたように、ホームページ上、等で一覧表を示して、分かりやすく、表示しようというふうに考えております。他にありませんか。よし、はい、はい、はい、次の部員。おはようございます。まず市民課で必要なオンラインの情報を、例えばその財政課で見れるとか、そういうことも可能なのか、要するに顔をまたいだ情報が可能なのか、で
もっと広く言えば、これは橋本市の情報のこの技術の規定なんですが、例えば県から要望があったときに県に見せるのか、つなぐのか、あるいは国に言われて国とつなぐのかとか、その辺のことも必要じゃないかなと思うんですが、それはどういうふうになっているのか教えてください。はい、政策企画課長補佐。政策企画課長補佐。はい、まあ、今、おっしゃっている手続き、内容につきましては、まあ、情報連携というところで、例えばマイナンバーカード、マイナンバー制度を使ったような情報連携とかございます。それが、まあ、どの部署でも見れるというわけではございませんでして、まあ、手続きによって、まあ、どういう部署が見れるというのを、まあ、決めた上で、まあ、先ほど言えば財政課が見れるということでは、必要な業務については見れますが、まあ、財政でそういう個人情報、まあ、機関系情報システムに乗ってくるような情報を見るというのは基本はありませんので、まあ、その部署ごとに、まあ、見れる部分というのを設定して、まあ、運用しているということになっております。もう一つ、県とか国の。はい、政策企画課長さん。政策企画課長さん。はい、まあ、県、まあ、国のシステムを使って、まあ、情報連携っていうのを一部、まあ、している部分もありますので、まあ、県が、まあ、必要であれば見れる情報っていうのはありますが、まあ、それも決められておりますので、まあ、何でもかんでも見れるという状態ではありませんので、はい、お願いします。他になりませんか。はい。質疑がありませんので、質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論する方ありませんか。討論がありませんので、討論を終結いたします。これより議案第28号、橋本市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例について採決いたします。本案は原案の通り、可決すべきものと決することにご異議ありませんか。ご異議がありませんので、本案は原案の通り、可決すべきものと決しました。次に、議案第29号、橋本市犯罪被害者等支援条例についてを議題といたします。本案について当局より説明を求めます。人権男女共同推進室長。人権男女共同推進室長。それでは橋本市犯罪被害者等支援条例についてご説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。説明開始させていただきます。まず議案書なんですけれども、103ページ104ページをご覧ください。であと参考資料として施行規則を お配りさせていただいております。参考資料の6ページ7ページ8、9、10、11から様式です。12、13、14、15、16、17、18、19になりますんで。それでは条例について、順番に説明させていただきます。まず103ページご覧ください。この条例はですね、平成16年に犯罪被害者等基本法が制定され、犯罪被害者等に対する支援等に関し国地方公共団体及び国民の責務が記載され明記されております。地方公共団体の責務として、基本理念にのっとり犯罪被害者等の支援等に関し国との適切な役割分担を踏まえ、その地方公共団体の地域の実情状況に応じた施策を策定し、および、実施する責務を有すると、まあ、第5条に、そのような書いております。本市においても犯罪のない街づくりを推進するともに、犯罪の発生に備えて被害者等を逃れている状況を深く理解し、いつでも支援ができる体制を整備していく必要がありますので、この条例を上提させていただいております。で、各市町の制定状況をご説明させてもらいます。警察庁が調査している令和4年度犯罪被害者白書によると、令和4年4月1日現在、都道府県では39団体、政令都市では11団体、市区町村、政令都市除く場合なんですけれども、435団体が条例化しております。秋田県、岐阜県、京都府、兵庫県、奈良県、岡山県、佐賀県、長崎県、大分県では、まあ、全市町村が条例を制定しております。近畿県では、滋賀県、京都府および奈良県では全市町村で制定済みであるのに対し、和歌山県においては30市町村のうちですね、令和3年度では8と、で今現在は13
市町が制定しております。県の方ではですね、平成31年に、和歌山市が令和2年度に、九度山町が令和3年度、高野町が令和4年度の施行となっております。で、本市としましても近隣の、まあ、伊東郡のですね、町が、こういう事例でしているのにまだうちがしていないと。で、住民さんがもしこういう目にあればですね、被害者に会えばちょっと不利益を被るのではないかと思い、その状況も鑑みて条例制定をしております。まず条例の1条は条例の目的を明記しております。で、第2条について定義を明記しております。1項1号の犯罪等の用語についてですけども、犯罪とは殺人罪、強盗罪、傷害罪、窃盗罪、詐欺、など刑法その他刑罰法規の規定により刑罰を科せられる行為を言います。で、故意の犯罪のみならず過失も含みます。あと、犯罪に準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為といいましては、犯罪といかないまでもですね、つきまといであるとかですね、暴言を吐いたり無視するなど行為によってですね、あと配偶者暴力において心身に対する暴力に準ずる身体に有害を及ぼす行為等が当たります。で、続いて3条なんですけども、基本理念を明記しております。被害者等が置かれているそれぞれの状況に応じ支援が途切れることのないこと、2項については個人情報の取り扱いに十分配慮しなければならないことを明記しております。第4条について、市の責務、市は国、和歌山県、警察、そして関係機関と連携協力することにより犯罪被害者等の早期回復につなげてまいります。市は橋本警察署、桂木警察署、公益社団法人紀伊国被害者支援センターと協定を別途締結し連携いたします。5条は、市民の責務に、謳っております。犯罪被害者等の支援における市民等の役割を明記しております。この市民等には市内で居住している者だけに限らず、市内において事業活動を行っている個人、法人、その他団体も含んでおります。で、6条から11条は、市の取り組みを明記しております。6条について、相談及び情報の提供を明記しております。これは各、犯罪被害者が、今後知る必要のある情報を提供を、支援を情報の提供を考えております。そして第7条についてなんですけども、見舞金の支給、これが規則で定めておるんですけども、遺族見舞金については30万円、障害見舞金については10万円になっております。で、第8条については居住の安定、市では市営住宅の優先取扱い、具体的に申しますと、申し込み時に対してですね、優先の抽選枠、優先枠の抽選を別途運用いたします。で、あと9条については雇用の安定、これは事業者等に対してですね、犯罪被害者が、職場環境の改善を図ってですね、職を失うことのないよう、情報提供や啓発に努めてまいります。で、第10条については広報啓発、これは、まあ、市民全体なんですけれども、誹謗中傷や、その他の、風評被害に対してですね、理解を深めるため、広報や啓発活動に努めてまいります。第11条については民間支援の団体なん、民間支援団体への支援なんですけれども、これは具体的には紀伊国被害者支援センターへの支援を考えております。この条例を議会で議決いた、もらった時にはですね、協定締結書を巻いてですね、各自の支援に努めてまいります。
あと参考資料の施行規則なんですけども、14条以外は全てですね、見舞い金の支給に関することを書いております。1条に関しては必要な明記ですね、2条については用語の定義、3条については具体的な金額、4条については遺族見舞い金の支給の対象、5条については障害見舞い金の対象、6条については見舞い金を支給しないケースを明記しております。7条については支給額の調整、8条について遺族見舞い金の申請処理、9条については障害見舞い金の提出処理、10条については見舞い金支給の期限、11条については見舞い金支給方法の決定、12条については請求書の必要性、13条については取り消し事例、14条については市民等が配慮すべき事項、15条については事業者に対して警察等々の紹介をすることができるという文言、その16条は市長規則に定めるほかは市長が別に定めるというふうに明記しております。以上となっておりますので、ご審議よろしくお願いいたします。説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありませんか。なし。はい、職員長。はい、ちょっと一点分からなかったので教えてもらえたらと思うんですが、その、施行規則の方ですね、参考資料の方の、にあります、その申請者のところは今押印がなくなっておると思うんですが、17ページの請求のところにおいては印鑑、請求者が印鑑がいるようになっておりました。この違いが教えてもらえたらと思うんです。人間団体共同推進委員長。人間団体共同推進委員長。はい、質問にお答えします。我々もはじめ同じようにですね、もう申請いらんのちゃうかというふうに総務等々を確認したんですけども、申請に関しては不要であると。ただし請求書については本人確認等の含めてですね、それをまだもらってほしいということになりましたので、こういうふうなここだけちょっと印鑑いるような形になっております。以上です。はい、他にありませんか。よし。はい、質疑がありませんので質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論する方ありませんか。よし。討論がありませんので討論を終結いたします。これより議案第29号下戸市犯罪被害者等支援条例についてを採決いたします。本案は原案の通り可決すべきものと決することにご異議ありませんか。ご異議がありませんので本案は原案の通り可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された案件の審査は終わりました。なお委員長報告の作成については私と副委員長に一任願いたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議がありませんので私と副委員長において作成いたします。